はい、こんにちは。今日はですね、ウクライナ情勢についてお伝えしてまいります。まずはニュースを読んでまいります。原文が英語でありましたので、僕の方で和訳要約させていただきました。ご了承ください。占領者らはルハンシク中心部で新たな爆発があったと報告した。5月15日、ロシア占領軍は占領下のルハンシク市の中心部で爆発音があり、おそらく死傷者が出たと報告した。目撃者によると中で手榴弾が爆発したという。占領者らはまた、これが市内で1日のうちに発生した3回目の爆発であると主張した。自称ルハンシク人民共和国の首長レオニード・パシェチニク氏は、爆発はルハンシク市の中心部で起きたと主張した。占拠者らは後に、爆発は地元テレビ会社の建物にある理髪店で起きたと付け加えた。占領下のルハンシクでは5月12日以来、爆発が定期的に報告されている。地元住民はまた、元航空学校の建物が被害を受けたと報告した。このように報道されております。一部情報によりますと、この爆発の結果、自称ルハンシク人民共和国の内務大臣イーゴリ・コルネット氏が負傷し、現在入院中と報告されております。ロシアが一方的に併合を宣言した東部ルハンシク州の州都ルハンシク中心部では、12日13日の両日、ロシア軍の司令部などで大規模な爆発が起きたと報道されております。州都は最前線から約 100km 後方にあると報道されておりまして、ロシア国防省は13日、ウクライナ軍がイギリスから供与を受けた長射程巡航ミサイルストームシャドウを使ったと発表しております。つまり、自称ルハンシク人民共和国ではロシア軍の関連施設などへの空爆と、おそらくパルチザンなどによる工作活動による爆発の可能性、こうしたことが起きていることが報道されていることになります。ルハンシク、特にこの自称ルハンシク人民共和国では、ウクライナ軍のハイマースなどの射程外にあることから、ロシアによるウクライナ侵略開始後、ウクライナ軍の攻撃を受けることは滅多にありませんでした。しかし、そうした状況も5月12日以降一変したことになります。こうした中、バフムトをめぐる情勢について次のような報道があります。ウクライナ、バフムト防衛で初めて攻撃に成功。司令官、ウクライナ軍は15日、東部ドネツク州の激戦地バフムト方面の進軍について、バフムト防衛で初めて攻撃に成功したと表明した。ウクライナのシルスキー陸軍司令官はメッセージアプリテレグラムに、バフムト方面の我が軍の進軍はバフムト防衛に向けた攻撃の初の成功例だとし、この極めて厳しい状況でも我々が前進でき、敵を破壊できることが過去数日で明らかになった。我々は敵より少ない資源で戦いながら敵の計画を台無しにすることができると述べた。ウクライナ陸軍第45砲兵旅団は14日、激戦地バフムト近郊の村でロシア軍の弾薬庫が爆発する様子を捉えたとするドローン映像を公開した。ロイターは、撮影場所がパラスコビーウカであることを衛星写真から確認したが、撮影日時を独自に確認することはできなかった。ウクライナ側は15日、およそ半年ぶりに戦場で実質的な進展があったと発表した。ウクライナ軍は先週以降、東部バフムトとその周辺でロシア軍を押し戻し始めている。これは昨年11月に南部ヘルソンを奪還して以来の大規模な攻撃作戦だ。このように報道されております。僕もこの映像を確認しましたが、ロシア軍の弾薬庫とされる場所が大きく爆発する様子を確認することができます。こうした中、イギリスはウクライナへ新たな軍事支援を発表しました。イギリスとフランスはウクライナに対し、さらなる軍事支援を行うことを表明しました。イギリス政府は射程距離200キロを超える新型の長距離攻撃型無人機数百機をウクライナに供与すると発表しました。また、ウクライナのゼレンスキー大統領はフランスを訪問し、マクロン大統領と会談を行いました。会談後の共同声明で、フランスはウクライナに対し、今後数週間以内に数十台の装甲車や軽戦車を供与するとともに、ウクライナ兵を訓練すると明らかにしました。このように報道されております。イギリスからウクライナへの供与が表明された長距離巡航ミサイルストームシャドウ、射程は250キロを超えるや、射程距離200キロを超える新型の長距離攻撃型無人機は、ウクライナ東部や南部を占領するロシア軍の後方拠点である司令部や弾薬庫、そして通信拠点などを狙うのに適していると考えられます。今後、ウクライナ軍はストームシャドウやイギリス政府から供与される射程距離200キロを超える
新型の長距離攻撃型無人機数百機でロシア軍の後方拠点に攻撃を加える可能性が考えられます。こうした中、ウクライナ軍は大規模攻勢を前に形成作戦を行い、約1000キロほどあると言われる前線のうち、ロシア軍の防衛線のどこか弱いところを探すと考えられます。こうした中、ロシア軍は損耗ぶりが顕在化しているように見えます。ロシア軍、もはや大規模な攻撃行動は不可能か、ウクライナ当局者が主張。ウクライナ国防省情報総局はロシア軍について、もはや大規模な攻撃行動を取ることはできず、主に守勢に回っているとの見方を示した。ただし現状の割合でのミサイル攻撃を維持することは可能だとしている。同局のアンドリー・リューソフ報道官が15日国内のテレビで述べた。それによると、ロシア軍が守勢に回る状況は前線の全体に関して言えることであり、現状で大規模な攻撃行動を繰り返すだけのリソースがないという。その上でユーソフ氏は、ロシア軍はこれまでずっと守備の準備をしており、ウクライナ軍はこの点を重大な要素として確実に考慮に入れながら領土奪還の備えを進めていると付け加えた。またロシア軍がミサイル攻撃の目標を変えたとも指摘。その強度はウクライナのエネルギーインフラへ大規模攻撃を仕掛けていた冬以降低下したと述べた。ユーソフ氏の主張によれば、ロシア軍には巡航ミサイル、カリブルのような一部の種類のミサイルが不足している。同軍は世界中で武器を探しているものの、これまでのところあまり成功していないという。とはいえ S-300 型ミサイルについてはまだ大量の備蓄があるとも推定。同ミサイルは相当の破壊力を有するとされる。このように報道されております。ロシア軍をめぐる情勢に関しましては、ウクライナ東部バフムトでのロシア軍兵士の敗走や、ロシア国防省とワグネルの軋轢ということが報道されており、さらにイギリス国防省は14日ウクライナで戦うロシア軍部隊について、多くの部隊が深刻な戦力不足に陥っており、大半が訓練不足の動員された予備役兵で、旧式装備への依存度がますます高まっているとの分析を公表しております。こうした報道などを見てまいりますと、ウクライナ侵略におけるプーチン政権、ロシア軍の基礎体力はかなり弱体化している可能性が考えられると思います。こうした中、ウクライナ軍南部作戦司令部のフメニュク報道官は、ロシア軍のパニックは目に見えている、どの方向からの攻撃が最大の力になるかわからないので、ザポリージャとヘルソン両方に努力を分散させていると述べております。こうした中、プーチン政権とワグネルの距離感は広がっているように見えます。ワグネル創設者、ウクライナに取引提案報道を一周。ロシアの民間軍事会社ワグネルの創設者エフゲニー・プリゴジン氏は15日、ロシア軍の位置情報の提供を自身がウクライナ側に持ちかけたとする報道について、馬鹿げていると一蹴した。アメリカ紙ワシントンポストは14日、アメリカ当局から流出した文書に基づく情報として、プリゴジン氏が今年1月ウクライナ情報機関と接触したと報道。同氏はウクライナ側に対し、同国東部の激戦地バフムト周辺から撤退すれば引き換えにロシア軍の位置情報を提供すると提案したとされる。プリゴジン氏は報道を受け、メッセージアプリのテレグラムに投稿した音声メッセージで、馬鹿げていると否定。ロシアのエリート層が自身を中傷するために仕立てたシナリオの可能性があるとの見方を示した。このように報道されております。この件について ISW は次のように報告しております。原文が英語でありましたので、僕の方で和訳要約させていただきました。ご了承ください。報道されているプリゴジン氏のウクライナ諜報機関への協力は、ロシアのプーチン大統領への攻撃ではなく、ロシア国防省との確執の一部だったはずだ。報道されているプリゴジン氏のウクライナ諜報機関への働きかけは、実際舞台裏でロシア軍の通常戦力に損害を与えながら、バフムトでの急速なワグネルの勝利を促進することで、プーチン大統領の支持を得ようとする取り組みの一環だった可能性が高い。この疑惑により、クレムリンが短期的にプリゴジン氏を解任する可能性は低いが、プリゴジン氏の信頼を傷つける取り組みに寄与する可能性がある。伝えられるところによると、プリゴジン氏は意図的にワグネルへの弾薬供給を停止しているとして、ロシア国防省を非難。弾薬不足を理由にバフムトから撤退するとしていた。ロシア当局者らは、プリゴジン氏がバフムトから撤退した場合、国家反逆罪となると脅迫したと伝えられている。クレムリンはプリゴジン氏を裏切り者として信用を落とすための仕組みを準備している可能性が高い。匿名のクレムリン関係者らは、ロシア大統領府がプリゴジン氏の信用を公に傷つけるための情報作戦を準備していることを明らかにしたが、
ワグネル軍が前線にいる間はクレムリンがプリゴジン氏を脅かす可能性は低いと指摘した。このように報告されております。今後間近に迫っていると指摘報道されているウクライナ軍の大規模攻勢が始まり、ワグネルが前線でプーチン大統領の思うような戦果を上げられない場合、プリゴジン氏のロシア国内における立場は揺らぐ可能性が考えられます。しかしプリゴジン氏の立場が揺らぐということはワグネルの一層の弱体化ということにつながる可能性も考えられます。そうなりますと今度はロシア軍の通常戦力の弱体化ということが指摘されている中で、ワグネルまでも弱体化することになりますので、そうした情勢はロシア軍のある種の地盤沈下的なロシア軍全体の力がさらに弱まっていくという情勢を生み出す可能性が考えられると思います。こうした中、トルコ選挙管理委員会は15日大統領選の開票で過半数に達した候補者はなく、28日に現職エルドアン大統領と野党統一候補クルチダルオール氏による決選投票を行うと発表しました。もしトルコでエルドアン政権が退陣ということになりますと、プーチン政権は外交的にさらに孤立する可能性も考えられます。いずれにいたしましても、ウクライナ情勢はウクライナ東部情勢やロシア国防省とワグネルの情勢、トルコの政治情勢などあらゆる情勢と連動しながら大きな局面を迎えています。こうした中、西側諸国は今こそさらに一致団結し毅然とした姿勢を示し、ウクライナを支援し続ける、このことが非常に重要であります。国際社会の平和と秩序を守り抜く、ウクライナの平和を守り抜く、このことが最重要であります。そして1分1秒でも早くウクライナに平和を取り戻す、このことが最重要であります。ありがとうございました。この YouTube のチャンネル、ネット大衆紙ブルーカラーへのチャンネル登録よろしくお願い申し上げます。また YouTube にはサブチャンネルブルーカラーラジオもございますので、そちらも Twitter と合わせてご登録の方よろしくお願い申し上げます。